伊豆市長の菊池です。今日は私から直接企業の皆様に企業版ふるさと納税のご案内を申し上げます。伊豆市ではこの制度を活用して災害死者ゼロを目指すまちづくりと人口減少対策に取り組む所存です。全国で唯一津波災害特別警戒区域を受け入れた伊豆市にあって、お年寄りの方、障害を持っていらっしゃる方、そして小さな子どもさん、誰もが大きな災害においても辛い犠牲を出すことのないような街づくりを進めさせていただきます。皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。